できたよみんな。うわ、誰も興味を示さない。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、なんか今チラッとびっくりマークが見えたんやけど、お、今回は姉子ではないのね。ガロン、アユナ、俺には分かってたぜ。ヨーガー魔人を倒しきれてねえってことはな。そもそもマイラの魔物の親玉があんなチンケな腕だけなわけがね。いつもの姉子だったらそんなこと当たり前に分かってるはずなんだけど、きっと姉子は過去の傷に触れる前にケリをつけようと。過去の傷なあ、アユナ、俺の読みじゃ魔物との戦いはこれからもっと激しくなるはずだ。ここいらでお前とアジトの筋肉、ん?お前とアジトの筋肉レベルを一つ上げといてくんねえか?また。違うぜ。今のはわざと間違ったんだ。重苦しい空気を少しでも軽くと思ってよ。どう発展させるかはお前に任せる。アジトをでかくしてビルダーとしてもでかくなれ。ちなみにこんな設計図を作ってみたぜ。作らなくてもいいけどよ。念のため、な。なんだなんだ?ガロンの設計図を手に入れた。なんかもらった。おう、いい感じのアジトが発展してんな。気のせいか筋肉もわずかに増えた気がするぜ。気のせいです。なあアユナ、ちょっとマジな話していいか。今までは遊びだったんだな。まあダメって言われても話すんだけどよ。じゃあ聞くな。マイラを支配する魔物の親玉である溶岩魔人を倒すための最終兵器を作るには、おそらく姉子の忘れてい過去に触れなくちゃならなくなるはずなんだ。俺たちの姉子はな、強がっちゃいるが実はものすごく繊細な人でな。これから先何かあったらお前に姉子の支えになってやってほしいんだ。あれかな、なんかその発明しよった人の助手をしよったっていう頃の話かな。俺たちは荒くれはガサツでいけねえ。アユナ、頼めるのはお前だけなんだ。ギエラとかは乙女の心を持っとんじゃないのかい。姉子のこと頼むぜアユナ。これは俺たちの筋肉と筋肉の約束だ。私に筋肉はそんなにない。クエストコンプリート、イワシの炭焼き5個。お、何かを思いついた。バーカウンターをひらめいた。おしゃれな酒場に置かれている台。なぜ今バーカウンターを思いついたんだ。なんかわからんけど、とりあえずガロンの設計図、ガロンの設計図なんなんやろうね。建物、お、あ、ここにバーカウンターいるんや。何、バーを作れって。あ、でも今さ、なんか調理台とかあったけん、とりあえずこれは台所の代わりってことかな。この辺をじゃあちょっと壊して、その台所を作ってやろうじゃないか。よいしょ、こんな感じで、どんどん壊していって、ちょうどね、もうここの寝床は必要ないから、私もちゃんと上で寝るようになったし、仲間たちと同じく。へいへいへい、この辺ぶっ壊して、新たな施設ができるんやね。いいねいいね。なんかそこそこの土地によって作る施設も全然違って面白いよ。おし、あ、ここがまだ残っとった。はい、これでガロンの設計図、はい、これを、まあ、横の壁をそのまま応用そのまま利用すればよろしいね。この辺かい、違うね、奥に合わせた方がいいか。このぐらいパサッとで、土、どうせこの辺土やろ。はい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 、さあ黙々と立てていくよ。どの辺まで、この辺まで、ん、ここは扉ってことかな。なんかちょっと微妙に開いとるけど、ん、余計なものを置いてしまった。一回ちょっとこれ表示が取り消されたら、どこに置けばよいのかわからんくなるから、ちょ、もう一個か。んで、こっちに移動してって、次に、あーと、こっち、あ、待って、この調子で行ったら私は閉じ込められるから、こっちにちょっと。危ない危ない。壁と壁の間に挟まるところやった。え、てか、こっちの扉狭くない？どういう扉？あっこにレンガ料理台置いて、木の椅子4個、壁掛けランプ1個、
収納箱1個、バーカウンター1個、バーカウンターはあれでかいのが、長いのがドンと置いてあるんかな。酒だる1個、肉料理プレート。何それ作ったことないな。んで、こんだけ？あ、牢屋の扉1個、フェンス1個。あれ牢屋の扉。そういえば確か魔物の城かどっかに行った時に、多分取ってきとったはずなんやけど、あ、とりあえずじゃあ、ここで、レンガ料理台。あ、椅子もここにあるね。オッケーオッケー。レンガ料理台を手に入れて、はい。中身なんかいろいろ入っとったけど、収納箱も手に入れて、ほんでこの辺の椅子も持っていきますよと。テーブルだけの、テーブル1個だけのお部屋。じゃあここにレンガ料理台、どれだ？これか。を置いて、バーのマスターは一体誰だろう。壁掛け、松明じゃなかったね。壁掛けランプやったんかな。サボテンステーキ、焼きイカ、ウサギステーキ、なんかいろいろ作ってくれとったんやね。ありがたい、ありがたい。あ、作るじゃなくって。持ち物。あ、あったあったあった。収納箱。収納、あ、違った、これ宝箱やん。全然ちげえし。え、どこ行った？収納箱。ないぞ。あ、ここだ。収納箱1個と、あと、ん？あと椅子。椅子どこ？え、椅子しまわれた？どこにしまわれたの椅子？なくね？あります？どっか。あ、この辺か。椅子。あ、持ち物いっぱい。待って、じゃあ入れ替えるね。イワシの炭焼きとか別にいいや。じゃあこれ椅子。お、ここに4つ。はあ、ああ、間違えたよ。え、お、1個多かったんか。なるほど。じゃあここ1個だけ置けばそれでよろしいね。はい。こういうなんかちょっと意味のわからない感じの場所に今んとこなってるけど、収納箱が、あ、ここに。よいしょ。んで、バーカウンター。その辺のは一体どこに？ここかな？作るもの。壁掛け松明、違うね。松明じゃない。あ、フェンス、フェンス。フェンスを一つ作って。んで、あとは。あ、酒だる。酒だる一個。バーカウンターは？あ、あったあったあった。作れる。バーカウンター一個。で、壁掛け。壁掛けランプ？ランプ、こっちかな。壁、あ、あったあったあった。壁掛けランプ一個。おしゃれな施設になるかな。あと何がいるんやっけ？なんか、肉料理？え？肉料理、肉料理やったっけ？ちょっと待ってね。壁掛け。あ、ないじゃん、全然。ちょっと待って。とりあえず、じゃあ、フェンスつけとこう。フェンスを、ここに、は、ドン。オッケー。お、いい感じやね。西部劇みたいな感じ。ほんで、アイテム、アイテム。あ、座るんじゃないんだよ。今、そこに座られてもね。持ち物。持ち物で、あ、壁掛けランプ。これを取り出して、あと、バーカウンターと、あ、椅子はもういらんけん。ちょっと入れ替えとこうか。と、入れ替えて、あと、酒だると、じゃあ壁掛け松明を入れ替えとこう。で、バーカウンターをここに、でっかいの、ドンと。ん、置けるか？ここか。おし。何これ、呼び鈴？チリンチリンって鳴らせんのか。動物の森じゃないけん、そういう、ことはできんか。酒だる置いて、壁掛けランプはどこ？あ、あっこ？え、酒だるの上？置けます？ちょ、待って。え、置ける？ちょ、待って。とりあえず一旦ここ壊そう。壊して、壁掛けランプを、こうか。これで、あと、バーカウンターをドスッと。なんか拠点を狙うモンスター現れたっぽいけど、今私はあなたに構っている暇はないんだ。で、あ、ここ、牢屋の戸。
牢屋の扉って私多分持って帰っとったと思うんやけど、ん？どこ？牢屋の扉、多分魔物の城から持って帰ってきとったはず。あ、あるあるある、これか、牢屋の扉。二つとも取り出してしまったけど、まあいいか。で、これをここにバシッと。どうよ、レンガキッチンが完成した。やったね。プラス2350やってめっちゃいいやん。イエーイ。これできっと美味しい料理が出てくるはず。どこ、オガロン。できたよ。あ、そっか。別にこれクエストじゃなかったけん、大して何もないのか。みんな美味しいもの作ってね、ちゃんと。お、早速作ってる作ってる。いいね、いいね。あれ？そういえば肉料理いるんじゃなかった？あ、ほらほらほら、肉料理プレート、これいるやん。ってことは、あっこで作るんかな？ちょっと待って。これで締めるところやった、もうちょっとで。肉料理プレート。ん？なくね？肉料理プレートないんすけど。プレートっていうぐらいやけん、食器がいるんかな？てか、まずね、レシピがないけん、多分これで、お、ほら来た。肉料理プレートをひらめいた。ジューシーな肉料理のプレート。これで作れるはず。作る。肉料理プレート。え、作れない。溶岩ステーキがいる。溶岩ステーキね。はい、じゅーっと焼いて。からの肉料理プレート。オッケー。これは家具に入るんやね。向こう側から置いた方がいいんかな。まあ、どっちでもいいやろうけれども。これをこの上にドン。おっしゃ。よかった。これで完成。設計図、ガロンの設計図が完成した。レンガキッチンがバー荒くれになった。おー、すごいかっこいいじゃねーか。できたよ、みんな。うわ、誰も興味を示さない。いいよ、いいよ。いいさ、いいさ。別に。はい。はい、ということで。うお、なんか急激に遠のいた。はい、ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。バーとかできたけど、みんななんだ？今から何？優雅に飲むの？まあ、普通にキッチンとして使われるってことかな。